皆さんこんにちは。ジャーナリストの岩上康美です。私は今滋賀県の方に、来ております。高浜原発3、4号機の運転停止、大津地裁による仮処分決定の意義とはと題しまして、この仮処分申し立ての弁護団長である井戸健一弁護士にお話を伺います。ということで井戸先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。井戸先生にはですね、以前一度こちらに、来て、お話を伺わせていただいて2度目なんですけれども、まあ前もこの良い知らせがあった後、その後ちょっとですね、あらっていうことがありましてですね、まあ、詳しい話は後でするとしても、今回はこの高浜原発3、4号機の運転停止っていうですね、大津地裁が決定を下したと。その仮処分の申し立てをしていた、これは原告とは言わないそうですけれども、申し立て人というんですか、一番正確には債権者というんですが、それも分かりにくいですから申し立て人と言っていただいたら間違いないではないです。その申し立て人というのは普通の裁判なんかのこの原告に当たる方々ですよね。そうですね。何名いらっしゃるんでしょうか。29人ですね。29人、これは住民の方ですよね。そうです。その弁護団の団長というお立場である。皆さんも井戸先生のことよくご存知だと思いますけど、井戸先生はもともとは裁判官、大阪高裁の裁判官というのが最後のキャリアですね。一番有名なのは金沢地裁の裁判長として、2006年、平成18年3月に、志賀原発の2号機のこの運転差し止めの判決を下した裁判長だったと、いうことで、その時のお話とかね、前回非常に詳しくお話しさせていただきました。現役の裁判官時代あんなふうに取材を受けて喋るってことほとんどないですよね。全くないです。もう取材は全て総務課を通せということになってまして、もう総務課で全部ブロックしますので。ブロックしちゃう、全く経験はなかったですね。ああそうですか。通せって言っても通してくれないんですね。そうです。総務課が OK してくれないわけですね。OK しない。ブロックしてしまうんですね。ということで、まあそういう意味では先生にとってもちょっと新鮮な経験だったんじゃないかと。あんななかなかと、いろいろなお話をねするっていうことで、本当にないことだっておっしゃってましたんで、ないことだったことがもう一回あるという、ね、でも今回はちょっといい知らせですよね。そうですね。順を追ってお話を伺ってまいりたいと思いますが、この運転差し止めということなんですけれども、ざっと説明ちょっと申し上げさせていただきます。2016年3月9日大津地裁の山本義彦裁判長が滋賀県の住民29人の訴えを認めて、高浜原発3、4号機の運転差し止めを命じる仮処分を決定したと。稼働中の原発に対して発、ここがあれですね、今回の何というんですか、非常に重要ポイントというか、稼働中の原発に対して始めた。稼働中の原発に対しては2回目なんですけど。あ、そうなんですか。私がした志賀原発2号機も当時動いてたんですね。なるほど。ただその今回画期的なのは、私がしたのは本訴の判決でしたので、確定しないと効力が生じない。で北陸電力は控訴しましたので、効力は生じなかったから現実には止まらなかったんです。で仮処分はもう出すと同時に効力生じますから、だから関西電力は止めざるを得なかった、だから司法の力によって現実に原発の運転を止めたのは史上初めてだと、そういうことになります。なるほど。稼働中の原発に対して、そして、実際に効力が、生じて、自殺に稼働中の原発が止まったのは初めて、ここはそう改めなきゃいけないんですね。でそれに対して関西電力が決定の取り消しを求める保全異議とか、効力を一時的に止める執行停止というのを申し立てるという方針というようなことなんですけれども、これはまたご説明いただきたいと思いますが、その前にこの山本義彦裁判長という方、裁判長でこういう判決を下した人はですね、どこか左遷されちゃうんじゃないかと、前の裁判官、樋口さんでしたっけ、もう名古屋の火災に生かされたと。そうでしたね、これは左遷なんではないかなと大変心配したんですけどね、
先生はまあそれはちょっと微妙というふうにおっしゃってたんですけど、うん、はいはい、本当だったら名古屋高裁の、うん、右陪席ですか、うんうん、というところに行って、大きな事件を取り扱うかもしれなかったのに、うん、火災だと、まあ、うん、あ、大きな事件とは、まあ、その天下国家に関わる、あるいは原発に関わるような、うん、裁判は来ないですよね、うん、はいはい、だからやっぱりこう無難なところにはいはい、はい、持ってったんじゃないかと、はいはいはい、そういう人事だったんじゃないかと、はいはいはい、これはどうなんでしょう。彼は福井地裁の民事の武装風でしたから、うん、その後転勤先として一番可能性があるのは名古屋高裁の民事の右陪席だと思います、うん、でその次が名古屋家裁の武装括、これもありえない人事ではないんですね、はい、ただその今回名古屋家裁になったということは今言われたように、うん、あまり天下国家に関わるような事件はさせたくないという配慮が働いた可能性はあると思います。なるほど、はい、まあさすがに、あからさまな報復人事とか、うん、はいはい、なんかものすごい降格とかそういうことはしないけれども、うん、もうちょっと、困った判決は出さないでね、うん、みたいな、うん、そういう意図が人事ににじみ出てる可能性はあると、うん、言えなくもないと。まあ、今の時代その誰が見ても左遷だというような人事をするとですね、またその最高裁自身があの攻撃の対象になりますから、あのそんな無茶なことはしないだろうとは思いますけども。そうですか、はい、しかしその分巧妙になっているとも言えますよね、うんうん、そうなるとこの山本義彦さん、お会いしたこともない方なんですけど心配になってくるんですが、あの お会いしたことはあるというか、お知り合いだというふうに。ああ、まあもちろんあの裁判官時代から、ええ、あの知ってはいますけど。あ、そうなんですか、はいはい、やっぱり裁判官同士ってそのやっぱり同じ会社の中の一員みたいなもんで知り合ってるっていうもんなんですか。皆さん顔見知りなんですか。まあそんなにあのたくさん数がいるわけじゃありませんから、はいはい、どんな方なんですか。あの優しい、ざっくばらんで優しい人ですね。ああ、はい、あのこの方は将来大丈夫なのかなとかいろいろみんな心配になるんですけれども、この間のその樋口さんのようにですね、報復人事だとか左遷とかなっちゃうんじゃないかと、それを恐れない裁判官が出たということは、まあ先生に次いで3番目ぐらいなと思うんですけれども、あのどうなんでしょうかね。そのまあ、あの彼ももう61歳ですから。あ、はい、そうですか。定年まであと4年ですので、うんうん、そんなにこの判決をしたからどうのこうのというような人事はおそらくないでしょうし、うん、はい、まあ、彼もまあ、それを出世の見込みが立たれてどうのこうのなんていう思いであんまりそういうことは考えてないんじゃないかなって感じはしますけ ど、はい、じゃあ退官したら、あれですね、井戸先生のように戦う側に回ってくれる弁護士になってりするんですかね。まあ、それは分かりますね。それはもう彼次第ですから。そうですか、はいはい、関連の方がいろんなことをやってくるというようなことなんですけれども、はいはいはい、もうその前にですね、まあ、日本政府の反応としては、うんうん、菅官房長官、これ3月9日の定例会見ですけどね、うんうん、これはあの高浜は原子力規制委員会が専門的な見地から十分時間をかけて、うん、世界最高水準と言われる新規制基準に適用するという判断されたものだと、政府としてはその判断を尊重して再稼働を進める方針に変わりはない、こういうですね、もうなんだ、喧嘩上等みたいなこういう言い方ですよ。それから林元経産大臣、やっぱり同じく3月9日なんですけど、世界最高水準の基準をクリアして原発に関して再稼働するという政府の方針に変わりはない、これを聞いてどう思われましたですか。あの世界最高水準というのがですね、全くそうではなくて、はい、それはあの訴訟においても、はい、力を入れて主張しているところなんですけど、もうその嘘でも100遍言えば本当になるというふうに思ってるんじゃないかなという感じですね。堂々と嘘をつき続けるみたいな話ですか。で今回 その決定でもですね、はい、避難計画を規制基準に入れるべきだというふうに言ってますよね、うんうん、でこれは現実には例えばアメリカなんかだと入ってるわけですよ、はい、でその1点だけからしても世界最高水準じゃないわけですよね、うんうんうん、あるいはその分かりやすいことを言うと、プラントだけが世界最高水準とか言ったって始まんないわけですよね。そのオペレーション全体、あるいは住民に対する配慮、訴訟も全部含めて、本当に世界最高水準と言えるのかと
という話ですよね。だからプラント自身も全然世界最高水準じゃないんですプラントもダメだと。あの世界で今一番厳しいのはヨーロッパ基準なんですね、EUR 基準 で、うん、でそこで求められていることで日本の規制基準に求められていないことでいくつもあるんですよ。それでその今ヨーロッパ基準で原発建てるとですね、一基1兆以上かかるんです。でつい最近のあの報道されたんでは、イギリスのヒンクリーポイントっていう名前だったかな、うんうん、あの原発2基の申請計画があるんですが、うんうんはい、その予算が、2兆6000億ですよ。でそれでもあの足らないので、うんうん、その申請計画がちょっとその今暗礁に乗り上げてるという、うんうん、そういう報道がありました。なるほど。で日本の原発は5000億でできるんですよ。なるほど。だからヨーロッパの原発の半分以下でできるんですよ、それであってその世界最高水準であるはずがないんですよね。どうすればパチモン扱いですね、そんなまあ安っぽい原発を世界にも輸出しようとしているって、はい、いやいや世界に輸出するときはその国の規制に合致しなければいけませんから、例えばその東芝はですね、あのヨーロッパに、ヨーロッパ基準にヨーロッパの使用に合った原発を売り込んでるんです。はい、トルコだったらどうなんですか。トルコだとやっぱり EU に基準なんですかね。トルコだとどういう基準なのかちょっと分かりませんけど、EU にはならないです。 EU に入ってますね、入ってませんからね。ねNATO には入ってるんですけど、NATO 基準ってないと思いますからね。そうですね。そうですか。はい。あの自治体の反応としてはですね、西川福井県知事、原発が何度も止まったり動いたりする状況を繰り返すのは遺憾であると。政府や関係機関が原発の必要性、重要性、安全対策について十分に説明し、司法も含めて国全体が原子力問題をしっかり取り組んで国民の理解を深めることが必要だと。何言いたいかちょっと分からないような言い方ですけれども、これ十分じゃないから説明されても困っちゃうんだよねって話だと思うんですよね。これは一言かだからこれは十分だという前提で、あとは説明さえすればいいという言い方ですよね、だそうじゃないから、だから司法の判断も揺れてるわけで、全くその前提認識がおかしいと思います、ね、十分だっていうのがそもそもおかしいということですね。野瀬豊高浜町町長、地裁ごとに判断がばらつき、立地自治体として翻弄されるというか、もてあそばれているような状況にある。国の方針に協力する自治体や地域住民は何をよりどころにやっていけばいいのかということなんですけど、これはいかがでしょう。あの、まあ、立地自治体賛成の方、まあ、あのそれなりに多いと思いますし、まあ、立地自治体以外でもその賛成の方いるんですけども、それらの方賛成だという時に必ずですね、安全な原発ならって言うんですよ、安全じゃなくても賛成だっていう人はいないですよ、だからその前提の安全ならというところが問題だから、だからこういうそのいろんな司法判断が出るわけですよね。だからこういう感想というのは全てその安全であると自分は思い込んでる、それを前提にしてでの、あの感想なので、それは全く前提が違うと思います。なるほど、はい、まあ、こういう人たちも本当にいいのと、知事ですしね、それからまあ自治体ですしね、いずれにしても地元ですよ、地元がその極めて安全とは言えない、で事故も起こる、放射能汚染でね、地元が大変な状況になる可能性があるってなったら、それは賛成できないですけどね、そこは重要だと。なるほど、おっしゃる通りです。さて一番このなんていうか、強硬な、反応の仕方、まあ、例えば菅官房長官が問題はないとかなんか言うのは、あの人ももう菅発言というのはもう言い方決まってますか、ワンパターンですからね、まあ、予想されるわけですけど、関西の経済界のこの仮処分決定のこの批判、これ批判というのはね、自分たちも責任あると思うんですけど、大変この強硬な発言に少し驚きました。角和夫さんというこのね、阪急電鉄の会長で関西経済連合会副会長の発言ですけど、この言い方実に偉そうですよね。もう高みから見下ろして、なぜ一地裁の裁判官によって原発を活用する国のエネルギー政策に支障をきたすことが起こるのかって分かんないのか、お前安全じゃないからだって言ってんだろっていう話がこの方分かんないわけですね。こういうことができないように速やかな法改正を望む。どういうふうに法改正するんだって、もうこのわずかな言葉の中に大変問題がいくつも入ってると思うんですよ。それもこの大変影響力の大きいですね、財界の会長だと。この何様ぶりにも本当に不愉快なんですが、先生はどういうふうにこれご発言をですね、お考えになるんですか。